どうも、こんばんは、イネムです。今回は、東京グールリ・インボーク、最強降臨月山討伐クエストの A に、今回こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。カネキ会議ですね。全員カネキ剣で、挑戦していきたいと思います。で、前衛は死神に、暴走排星とムカデですね。月山が光属性なんで、とりあえず両サイドに闇で固めて、まあ生き残れるであろう、死神を真ん中に置いています。で、排星、熟練度 100% をしました。80% だったんですけども、当たんないんで、熟練度で上げました。なんで、ここにいる奴ら全員熟練度 100% の武器強化は10なんで、マックスまで強化している状態ですね。では行きましょう。戦闘開始が押せない、バグがまだ健全しているな。まあ、前に一回やったんですけど、結構好評だったみたいで、今回もやっていきます。ちなみに、この、月山なんですけど、初見ではないんですけどね、オートでしか回してないんで、相手がどんな行動してくるとかは知らない。ただ結構強いらしい。まあ、どうせブレイクするし、いけるかなということで、ここは、暴走でいいや。まあ、なんでもいいと思う、一旦目は。最強降臨系の一旦目、絶対死ぬから、ワンパンで。こいつはね、普通のキャラクターで言うと、火力はかなり高いんだけど、ワンパンで死ななきゃいいな。じゃあ、とりあえず、暴走排水じゃねえわ。死神にスキル貯めさせて、ブレイクしていこうか。まあ、排水、一回では たまらないよね、さすがにスキル。で、スキル発動して、まあまあでも結構削れるな。もっとガチガチに硬いのかと思ってたけど、そんなことはない。さあ、いや久しぶりにムカデ使うような気がするんだけど、じゃあ行きますか。まあ、適当にやっても勝てるんじゃないかな。つまなきゃ。久しぶりにムカデを使ったが、暴走配線もね、結構ね、なかなかいいキャラクターだと思うんだけども、汎用性高いとは思う。さすがにワンキル、あ、ワンキルできるじゃん。で、最後に死神でとどめと。よっからしょ。まあ、死神持ってない人はね、めちゃくちゃ欲しいキャラクターだと思うんだけど、めちゃくちゃ強いですね、やっぱ死神今でも。避けるしね、まあ、避けるところは見せれなかったんだけど。はい、ということで、一瞬で終わっちゃったな。なんか、いろいろ喋ろうかなと思ったんだけど。はい、ということで、今回最強降臨の月山討伐クエストに、第2回かな、第2回カネキ会議のパーティーで、挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。今回もエルスが届いております。どうぞ。